まあ、久しぶりというか、まあ、毎年毎年のことですから、はい、毎年1年に1回やっております。はい、浜谷が今入りました。はい、ああそうですね、もっちゃんのような分かりやすい、ヤンキーとかではもちろんなかったんですけれども、僕らの時代は、まあそんなにお行儀のいい高校生時代を送ってたわけでもないんですけれども、まあ、半分半分というところと、まあ、カルチャーですとか、ファッションですとか、そういうことは、まあ、作品の中にも色濃く反映されておりますので、今80年代が大変ブームですけれども、僕たちが味わってきた青春の80年代の匂いを色濃く残しているかと、映しているかと思います。なんかみんないい人だといいなと思ってめちゃくちゃ不安、怖いんです。あ、皆さんキャストに向けてですか。はい、いい人でいてください。お願いします。